マセシュイチのプロサッカー選手になろうぜ、今日のテーマはボールの頭乗せです。ボールに頭を乗せてキープできるということは、このボールの大きさ、重さ、重心を知るという意味では、すごくいいことです。まずやってみます。Okay、ただボールの重心を知ることと自分の体の重心を知るということ、この2つが大切で、ただボールをキープするというよりはやはり、ピッチ上で試合でいいプレーをするのに有効な体の姿勢を身につけた方が、プラスになります。でそこが、骨盤を前傾させるということです、はい。ほとんどの、トッププレーヤーが、ピッチ上では骨盤を後傾ではなくて前傾させてます。なぜならサッカーというのは前に早く動くスポーツなので、前傾の方がスタートダッシュは早いですし、もちろんドリブルも早いですし、なので、骨盤を前傾でボールの重心と体の重心を捉えて頭の、ボールの頭の背やります。以上です。あ、できた。